ス区間限定で ST のバーを開きまーす。2月24日から28日の5日間、時間が18時から23時までので、住所もね概要欄の方に貼っておきますので、チェックの方よろしくお願いします。インガーディアンホラーナイツ。うわー、何この、いやーいいよ、ハリーポッター大好きだから。ハリーポッターなんだよ、全く知らん。インガーディアンレディオブ、全然知らんけどな。僕の女神マリアが見ております。長いな。いや、クラップしてくれてるんですね。今からこの手拍子に当たることなくすり抜けてみます。あーやめたー。おなんだこの拍手。はい、ということで今日は久しぶりにね、はい、日常で起きてしまったホラー怪奇現象を中心にお話ししていこうと。あー来たわ。うわ怖いわ。最初に調査班ホラーナイトに入っていく。あ、いきなりね、今テレビから出ました。マジ言い方今日なんか邪悪な感じするな。右上からスッて。今日邪悪じゃね、なんか超邪悪だよ、ね、聞いたことない。邪悪じゃね。心霊現象、顔出し解禁した実況者とコラボ。あー、うん、たまちゃんとボドカのやつか。そうですね。で、最大にヤバすぎる現象が起きた。まあ、もともとの動画で結構ヤバかったやつですね。この動画、ほんとヤバかった記憶があるわ。3分30秒で、やつが動くみたいですね。やつ？え？正義のあんだけの笑い声よりデカめの音。確かに、どういう音？うん、めっちゃ笑った。どういう音？みんな、何が来る？何が来る？何が来る？仮面の口が閉じます、ね。え？は？正義のあんだけの笑い声よりデカめの音。確かに、どういう音？うん、めっちゃ笑った。どういう音？みんな、うわぁ、これはすげぇ、これやばいよ、すげぇな。これやばいじゃん、これやばいな。今だって1個も影ないからな。破体験みたいな、ね、いや、ほんとにそんぐらい、うーって破体験の回答ぐらいのスピードだって、やばくない。これで証明できた、ね、これ確実に。コメントでなんか影だろうみたいな、うんうん、まあでもそう考えるのが普通だけど、流行ってた、どういう盛り上がってたけど、これだ。え、どういう歌、どういう様、これ見てもらえればもう絶対影じゃない、どこにもない影。カーボン入ったでしょ、で、共有のはこれだろ、うん、ノリのはこれだから、うんうん、完全に開いてるよ、今完全に開いてます。もう後ろの黒見ればわかりますね、うん、確かに、どういう音、うん、めっちゃ悪い、うわー、すげー、これ、あ、ほんま、すげー、影かぶってね、なんも変わってないのに、口だけ変わってるわ。うん、まあ口のね、後ろの黒いのが見えなくなるってことは、うん、まあ閉じてるってことですよね。カメラのさ、まあマイクみたいなとこからボコボコみたいな音してる。俺なんか変な音聞こえたんだよね今。そう、ミシミシみたいな。ボドカは取り憑かれやすいんですよ。俺は何も見えないかったりしないけど、めっちゃ気にしないけど、おぉ、ピチ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 でしょ。俺その後に聞こえた。俺は何も見えないかったりしないけど、めっちゃ気にかったりしないけど、めっちゃ気にめっちゃ気に入られやすい。ほら、これ何の音してる。めちゃくちゃドン、そもそも初めて見た、今度初めて見た、初めて見た、ええ、一瞬わろけるぐらい口開いてて、今度初めて見た、初めて見た、笑ってもうてるやん、もうめっちゃ悪い、めっちゃ笑ってる、これやばい、え、そんな悪い、あかん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 、え、元なん、元あいつ、そうそうそう、元あいつ、怖いわそれ、怖いわそれ、ちょっと今は俺影やと思ったよ、俺の影が通り過ぎた後も開いてる、今度初めて見た、そうそうそう、初めて見た、あとも開いてる、あ、ほんとだほんとだほんとだ、そう、だから影じゃない、そこにずっと影があればいいけど、ないすぐまた閉まる、今度初めて見た、初めて見た、普段撮影してる時ならないよね、なんだっけ、ほんと閉まってる、仮面やっぱりおかしい、顔認証、うんうん、ボドカだけそれの5倍ぐらいのサイズで、そうそうそう、顔認証なのにね、うそうだ、そうだ、目目鼻、俺もそう見える、この中だから見るとめっちゃわかる、なんか目目あいって鼻みたいな、うん、俺もそう、ああ本当だ、ええ、何してんの、ズボン破けた、ええ、しゃがん、ええええええ、怪奇現象、怪奇現象、いつ買ったもらったの、いや俺買ったやつこれ先週、怪奇現象、びっくりした、怪奇現象、そんなのビリビリ、そんなことある、あ、でもめっちゃ目に、まあ、おかしい、おかしい、え、何それ、ドクロみたいな、まずなんか何この髪の毛みたいな、ね、話ではあるよ、しかも正義の卵だけ顔認証されてない、いや
この卵割るだけで。うわ言うな。うわちょっとそこじゃん。うわ今鳥肌ゾワッときたわ。ちょっとまずそうなってくるとガチ臭い。そうじゃん。ターボの白飛びでさえ認識してんの。ねえ。こんな真っ白なターボでも認識大気とかも全然俺の顔見えてんの。もうだんだん顔見えてる。めっちゃ顔見えてる。もうそれにしか見えない。本当に。ターボのこれだけならどうでもいいけどさ、髪あるのもおかしいな。そうだね。いろいろおかしいな。だって大気のズボン映ってんのに。映ってんのに。ターボの下ももやだらけ。やばいわ。何も映ってない。あでもこれはあのあれだね。そのリボンの位置じゃなくて反転してるから。どちらかといったら。あそっか扉側かこっちか。女の人や。こっち反転してる。なんか髪長くねなって。ちょっとなんか髪の毛がブワーって。そうなのか。じゃあもうきついって。ちょっとあそこに映ってるじゃん。そう。めっちゃ顔出てる。それいいってよ。俺それ苦手なんだよ。中にも入ってきてる時ある。いやあるんじゃない。うわうわ。いやあるんじゃない。うわうわじゃない。うわうわ。あと、もう女の人の声聞こえた。ちょっとマジできついんだけど。ちょっとやばいかも、ちょっと。じゃあちょっとね、もっと怖いこと言っていいですか。はい。まだあんのかよ。なんか幽霊が好きな芸能人の方と最近知り合って教えてもらったのが、ずーっと見てるわけじゃなくて、こうなってて、こう。うわ、俺す。いやガッと目が合った時が、もう全くこの状態。うわ、口にも取り上がった。うわ。だから、あの白い影が、黒くなったり色の変化をしてるらしい。この人の影でもう白かったり黒かったりの場所が変わっちゃう。じゃあしゃがんでるか。そう。まあ、いるはいるんだもん。うん。でノリがめっちゃ怯えてたのはもう完全に顔上げてたらしい。いやどうね。俺だって目合ってる感覚ずっとしてる。いや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 。あとその人が言ってたのはこっち側のさ、うん、男の人じゃないさ関係ないこの辺に出てくる。はい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 。白い毛系の幽霊。あれ宇宙人なんじゃないかって。宇宙人？指が3本。とか4本とかしか映ってないんですよ。なんか色とかのそういうのを含めて宇宙人だと思うみたいな。それ言った瞬間もめっちゃパチパチ言うやつ。めっちゃパチパチ、うん、でもなんかその分かる人じゃないとその発想出てこない。霊ではないと思うって言って、ちょっとあまりにもジャブと思っていたものはやばかったので、まあ、日常のはあと1個だけちょっとじゃあお話しするというか。それではこちらの動画をご覧ください。どうぞ。やばい。うん、ちょっと上げたぐらいの、ちょっと上げたぐらいは出てるみたいな。まあ多分何かしら映ってんじゃないかなみたいな感じはある、まあ、これはちょっとまだ調査班の人に何が起きているのかチェックしていただきたい。最近水回りの怪奇現象が続出してまして、いやほんまに多い、うん、その時期に同じような現象が起きてたからあんなにヤバい反応したというか。でまだまあ別の動画もちょっとありまして、まあそれは後日紹介しようと思うんですけど、そこではもう完全に水が流れる様子を収めてありますので。うわ本当にあれはヤバかった。ヤバい、ね、なんか本当にヤバいんですよ。本当にヤバいから撮るんですよ、うん、もう絶対人いないし絶対流れるわけないのに、うん、ちょっと上げなきゃ出ないぐらいの量がもうダーって出てるんで。いやあの動画を回しないけど普通に日常生活であそこにさそんな落ちる感じでもないのに結構物落ちたりするの、うん、ある、うん、あそこも結構もう人いるって言われてるの、もうコメント欄で、うん、立ってるみたいな、うん、顔認証、まあ、唯一反応した場所、そう顔認証カメラが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。少しでもゾッとした方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次のホラーナイトでお会いしましょう。ごゆっくり。はい。今日すごいね。ちゃんとしてるね。だいたいこれ終わった後大企画にしちゃう。これでヤバさがだいたい。そう。ちゃうね。ちゃうね。今日鏡めっちゃ怖いんだよ。わかる。わかる。何が？何が？わかる。わかる。今日鏡。ヤバい感じする。する。見た瞬間に。なんで？ってあんの？そう。なんで？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 今気持ちがヤバいのよ。怖いこと言うなって。今日鏡やばいな、なんか今のこの反応見たらもうその反応が怖いわ。怖いとかじゃなくてゾクッと。そう、ほんま何が怖いのよく分かんないけど
やばいっていうのが あった。もう俺もっと前から思ってた。マジ鏡今日やばい、今日めっちゃ静かだなと思って。鏡ってさ、斜めらしたら空間も斜めるもんだ。なんかでもないかしら。鏡ってそういうもん、物自体を普通まっすぐ見えんじゃない、あるんじゃない。うわうわ